豊川鉄道、豊川鉄道株式会社、豊川鉄道は、現在の東海旅客鉄道、JR 東海飯田線の前身となる、鉄道路線を運営していた、鉄道会社。末期は、名古屋鉄道の傘下にあり、愛知県豊川市に本社があった。吉田駅、現豊橋駅から、長篠駅、現大海駅までの区間及び、 豊川駅から西豊川駅までの支線を運営し、吉田駅から平井信号所までは愛知電気鉄道、あとの名古屋鉄道と線路を共用していた。小坂井駅から愛知電気鉄道の直通電車が運転された関係、名鉄小坂井支線を参照で豊川駅まで伏線化され、豊川駅を改築して会場に売店、映画館を設けたり、長山駅前に、 朝産遊園地を作って集客に努め、乗車実績も飯田線の全新企業では最も良かったが、1943年昭和18年に路線が国鉄に戦時買収され、翌年には会社自体も名古屋鉄道へ合併された。1893年明治26年6月5日、愛知県厚見郡豊橋町、現豊橋市の家事千万人、 豊橋銀行専務ほか16名、再サル寺21名は、資本金5万円の豊川鉄道株式会社の設立を発起し、保育グ下地町、現、豊橋市より、牛久保町、現、豊川市を経て、豊川町、道場に至る、豊川稲荷の三景客輸送を目的とした、全長約4マイル、約6.4キロメートルの鉄道敷設を請願した。間接鉄道、 東海道線と橋駅とは、豊川を挟んで対岸にあたる下地を起点としたのは、豊川への架橋を避けて、建設費用を抑えたかったためである。基間を2フィート6インチとしたのも、わずか4マイルの鉄道では、間接鉄道と接続する必要はないため、としていた。ところがセリネ会社の五輸鉄道が現れたため、対向上、豊川町より、南下田郡新城町、現、 新城市までの約8マイルの延長と、豊川町より国府町、豊川市へ至る支線も追加し、前回の回答を待たずに30日に追願書を提出した。これらは1894年、明治27年1月に開かれた第三回鉄道会議により、審議されたが、この2社以外に、東山鉄道、東山鉄道が申請されており、会議は紛。 結局、豊川鉄道、五遊鉄道ともども却下されてしまった。4月になると、東三鉄道は、他の勢力と合同し再申請した。内容は、関節鉄道豊橋駅より新城を経由して、南下田郡海比村、蓬来町を経て、現、新城市至る路線で期間を3フィート6インチとしていた。この計画は、豊川鉄道と路線が一部重複しているため、 豊川鉄道は抗議し宣言権を主張して、陳情を繰り返した。6月の第4回鉄道会議において、豊川鉄道と東山鉄道は審議にかけられたが、前回同様紛糾した。結局豊川鉄道の宣言権が認められたが、期間を 1067mm とすること、新城より南下田郡しがらき村大技大、元。 新城市までの約4マイルを延長することなどの条件を提示された。これにより、資本金を40万円とし、期間汚染67ミリメートルとし、路線を、下地町より、豊川、新城を経て大会に至る、約17マイル、約27.4キロメートルとする定正願書を8月20日、提出した。こうして12月5日に、仮面状が、 豊川鉄道にカフされ東山鉄道は却下となった。やがて1896年、明治29年1月24日に免許状がカフされ、2月1日会社を資本金40万円で設立。社長に横山孫一郎、帝国ホテル取締役、専務に西川義次が就任し、本社を豊橋町に定めた。また起点を、 豊橋駅に接続すべく、厚見郡下田村、現豊橋市に変更、5月に認可したが、豊川の課境費が10万円だったので、結局資本金は、当初の5万円から50万円となった。そして工事は12月より開始され、ほとんど平坦で、トンネルもなかったので1897年、明治30年7月15日より、 豊橋豊川間が開通したのをはじめ同月22日、一宮まで1898年、明治31年4月25日には新城まで順次開業し、大会、長篠まで全通したのは1900年、明治33年9月23日であった。こうして開業した豊川鉄道であったが、経営は非常に不安定であった。その一つが、 豊川鉄道株買い占め事件である。1900年6月頃から、岐阜県田治見の西浦二三郎が、仲買い人、松谷元三郎、横山玄太郎らを使い、豊川鉄道株の買い占めをはじめ、やがて50円払い込みの株価は63円と、高騰した。有力な仲買い人は実践を無視した株価に、警戒感を抱き、東京株式取引所も中止するところとなっていた。 この買い占めにより株主は188名から55名の1、4に減少し、また、豊川鉄道役員も高値につられ、株を手放す者が続出し会社を離れる者さえいた。結局この指定戦は、西浦らの失敗に終わり、豊川鉄道の買い占め騒動は終焉した。だが西の浦に融資していたのが、帝国商業銀行、何和銀行、東京会場などで、 買い占められた株式は各金融機関へ白物弁済されたとみられる。もう一つは巨額の借入金を抱えていたことである。前述のように資本金は50万円であったが、建設費は前通時の明治34年度には103万円となっていた。この不足分は借入金に依存し、1897年、明治30年3月に9万円の借入金を 行ったが、年々増加し、明治33年度には、借入金総額は49万9千円となっていた。1901年、明治34年4月に3万円の約束手形が、弁済できず、帝国商業銀行より、運輸収入の差し押さえを受けたとき、豊橋銀行、何和銀行、帝国商業銀行、第一銀行、第三銀行、横浜商金銀行、 愛知銀行、日本貿易銀行などの各銀行から総額100万円の借入金があった。そして何和銀行、帝国商業銀行、22銀行、ロキヨシ銀行から破産申請や差し押さえを相次いで起こさた。資金繰りに窮した豊川鉄道は同年5月に総額30万円の社債を発行しようとした。利率は12%と高利であったが信用の 失墜した豊川鉄道に応募するものはなく、翌年3月13日付で、社債発行を断念し、負債総額に相当する100万円優先株の発行を認可された。同年6月に、社長の横山孫一郎を、はじめ、全役員が辞任し、代わって社長に130銀行等を取り、松本茂太郎、取締役主配人に、村野三陣、取締役には、 何わ銀行常務、山中林之助、東京会場会長末、円道成、関西役に帝国商業銀行会長、馬越京平が就任した。1904年、明治37年6月には、松本の辞任により松延部が取締役会長となった。1910年、明治43年上期の決算時に不正が発覚した。経理部長が、 相場に手を出し3万2000円を使い込みしたもので、親戚である支配人の西川に自白した後に、豊川に投資自殺した。このため西川は資材を処分して、損害を保証した後支配人を辞任した。末延は以前北越鉄道取締役であったが、その時の部下の倉田投志郎を1910年10月に支配人に迎えた。 豊川鉄道の経営を任された倉田は1911年、明治44年、1913年、大正2年に、それぞれ20万円の減収を断行し、不良再建の整理を始めた。またに札の針金1本無駄にしないなど節約を推進した。ホームで鳥の飼育も行われた。ただ従業員の賃金も抑制したため1919 19年、大正8年に、 ストライキが発生してしまった。これに対し倉田は年功に応じ株式を分配しこれを収めた。こうした努力により経営は徐々に上向くようになり、株式配当も復活するようになり、対象8年下期には2割4分という高配当を実現させた。1917年、対象6年に専務取締役に就任していた倉田はさらに業務拡大を図り、 1920年、大正9年5月に120万円増資し、資本金230万円とした。これは、流しの三河川合間の鉄道敷設の計画に代用したもので、1921年、大正10年5月9日に免許が交付され、同年9月1日に放来寺鉄道株式会社が豊川鉄道本社内に設立された。 資本金130万円のうち30万円を豊川鉄道が負担し、社長は元大野町長で大野銀行頭取豊川鉄道監査役の大橋翔太郎、常務は倉田1930年に社長就任が就任した。1923年大正12年2月、宝来寺鉄道は開通し、吉田旧、 豊橋三河川合間の直通運転を開始した。宝来寺山や宝来郷の観光地に期待し、宝来寺、鉄道湯の屋駅にホテルを建設し温泉設備を併設、電車の往復割引や温泉の無料開放を行うなど集客に力を入れた。これにより団体旅行の申し込みが定員を超えるなど、豊川鉄道の目論見みは当たった。この豊川、 宝来寺両鉄道は1925年、大正14年7月全線電化し、大幅に旅客数を増加させた。続いて1927年、昭和2年11月に田口鉄道が設立され、1928年、昭和3年12月に三新鉄道が設立された。田口鉄道は、資本金300万円のうち豊川鉄道75万円。 高来寺鉄道を20万円を負担し、社長には倉田が就任した。なお筆頭株主は、区内省で125万円を負担していた。三新鉄道は、路線の長さと厳しい地形により巨額の建設資金を必要とし資本金は1000万円になった。出資者は、豊川鉄道、高来寺鉄道のほか長野県の鉄道事業者稲、電気鉄道、電力会社の天竜川電力、 東方電力などであり、うち豊川鉄道は150万円、宝来寺鉄道は50万円を出資し、取締役社長に末延べ、常務取締役に、倉田が就任した。ただ倉田は、三新鉄道の開業を見ずに、豊川鉄道を去ることになる。こうした、拡大策を続けてきた豊川鉄道であるが1930年、昭和5年の下期に、大幅な減収を見ることになる。 原子木材価格は暴落し、不況の影響により旅客は大幅に減少した。これに対し落ち込んだ旅客の回復に、朝鮮駅前に1931年、昭和6年7月に、朝鮮遊園地を開設する。ここで様々な祭事を企画した。他にも、お座敷列車、特別急行などの臨時列車を運行し、往復割引切符を発売して、集客に努めた。ただ、 旅客数の減少に歯止めが見られたものの収益に戻ることはなかった。そんな時1934年昭和9年4月三神鉄道の株式払い込み金に充てるための社債120万円の発行に関して独断選行として倉田は東京の大株主により問題視された。1932年昭和7年に末延が死去し、 さらに公認の会長になった、馬越も1933年、昭和8年に死去して、後ろ盾を失っていた倉田はその責任を取り辞任することになった。1935年、昭和10年4月の株主総会で役員の構成も変わった。愛知電気鉄道は1926年、大正15年4月1日に、東岡崎小坂会館を開通させ神宮前。 小坂井豊川間の直通運転を開始し、さらに1927年、昭和2年6月1日に、稲、吉田、豊橋間を開通させて、豊かへの乗り入れを実現したのであるが、この路線の選定に、同社は苦慮した。それは自前で線路を付設するには、豊川に加強しなければならず多額の建設費と長い、工期が必要になるため、 豊川鉄道に提携する方向で交渉しようとしたのだが、豊川鉄道にとって、愛知電気鉄道の豊橋乗り入れは打撃を与えかねず、受け入れがたいものであった。しかし粘り強い交渉の結果、豊川鉄道の倉田専務と愛知電気鉄道の愛川、清成社長との会談に、老い急転直下解決したのである。この経緯について、名古屋鉄道百年史は、以下のように記述している。 倉田なき後は、社内の混乱が続いた。役員から倉田派が一掃され、岡部主の東京派に、占められるようになると社内は、不穏な状態になっていた。公認専務となった、鉄道省の官僚であった、ウリュウタク・ナンジは滅多に出社することもなく、実際の業務は、同じ官僚出身の奈良原吉之助の手で行われた。そして、社内の倉田色を一掃せんと測り、 1935年8月新体制に迎合していた水田吉田駅長を運輸課長に抜擢し、さらに役員の報酬を上げたので、従業員たちは水田の交代と待遇改善を求め、サボタージュを開始した。この交渉は難航し、ストライキ寸前まで行った。ところが、水田吉田駅長が横領の容疑で、豊橋署に召喚されたことにより事態は急転した。 9月の労使交渉は、警察の立ち会いのもとで行われた。その結果、ウリュウはついは、水田に吉田駅長の会食と従業員の昇給、及び組合活動を認め、組合側の勝利に終わった。だが、騒動は収まらなかった。11月組合の幹部たちが休職させられたことに、橋を発し、サボタージュが始まった。これに対し会社側は、全員の解雇を通告した。 従業員は反発し、事実上のストライキとなった。再度警察が介入し労使交渉の結果、休職と解雇の撤回となり収まった。しかし1937年、昭和12年にも再発し、役員退従業員の対立ばかりでなく、役員体株主の対立も引き起こし、ウルー専務の解任を要求されるなどゴタゴタが続いていた。こうした事態に、 嫌気の差した東京会場はついに経営から手を引くことを目、1938年、昭和13年4月名古屋鉄道に株式を譲渡することになった。この結果と川鉄道は、宝来寺、田口寮鉄道と共に12月5日に、名鉄グループに入り、相川清成が社長に就任することとなったのである。1937年8月に、 三神鉄道の大嵐を大和田間が開通し、東海道本線豊橋駅と、中央本線立野駅は、豊川鉄道、宝来寺、鉄道、三神鉄道、稲電機鉄道の四鉄道により結ばれることになった。ただ、運賃の高さがネックであった。間もなく、地元からこれら四鉄道の国有化の運動が始まる。まず1939年、昭和14年4月に、 飯田市長を会長とする、4、鉄道国営促進下稲促進規制同盟会がなされ10月には、鉄道省に陳情を行った。続いて1940年、昭和15年4月に、4、鉄道国営促進上稲促進規制同盟会が、10月に、新園三国鉄一貫規制同盟会が結成され、盛んに運動が行われた。その会あって、 第74.75回帝国議会で4、鉄道の買収の権利案が可決されたが、多額の交際発行が必要とされるため鉄道省は難色を示し先送りされてしまった。しかし1942年、昭和17年12月の第25回鉄道会議において、4鉄道買収案は可決され、同月の第81回帝国議会の協賛を得た後、 1943年、昭和18年3月6日に交付された第81回、帝国議会法律第4号、十二鉄道、買収交際に関する法律により8月1日、豊川鉄道、宝来寺、鉄道、三新鉄道、稲電機鉄道が、国有鉄道に移管されて、飯田線となったのである。残された豊川鉄道株式会社は1944年、 昭和19年3月1日、名古屋鉄道に合併されて消滅した。名古屋鉄道100年史、年表916から971ページ、バス事業については、飯田線点57ページより、開業時に、鉄道作業局 B、B3B4 クラス同等のタンク式蒸気機関車3両、木1系、1から3を用意した。さらに1903年、 明治三十六年に一両を増備したが、後に二両は売却され、国有化後は二両、一、二、二台、四が千二百八十型となった。この他に放来寺鉄道の二を、殿下寺に譲り受けた子があったが、九百二十九年に、神中鉄道二乗とされ、同社の十となっている。九百四十三年の鉄道省への、買収時点で六形式二十両が在籍した。 1943年7月31日、国有化直前の駅一覧。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。